皆さんこんにちは。今回は何に関してかというとね、先日大阪に行ってきたんだけど、大阪で近畿大学ね、近大の水産研究所、水産学部、が、いわゆるその水産研究所がね、クロマグロの養殖世界で初めて成功したって、結構憂鬱になりましたよね。それは前から気になってたんだけど、この間大阪行った時に、ある方ね、海外で出会った方ちょっとお会いするってことで、一緒に会食したんです。その中で、3つのね、レストランを、提案されました。和食店が良かったんで、和食で、そしたらその中に近大の水産研究所の、レストランがあるってことでね、そこを選ばさせていただいたんだけど、いわゆる近大水産研究所が、養殖成功した、クロマグロね、マグロ、そしてその後ブリヒラね、ブリとヒラマサのアイノコ、ブリヒラ、あとはカンパチとかマダイなんかのね、その出たプラスアルファでいろいろ頼んだんだけど、なかなか満足いったので、皆さんぜひともね、行っていただきたいと思います。グランフロントの中です、梅田のね。大阪にもあって、あとは、東京の銀座にもあるみたいな、ね、東京の方とかね、首都圏の方、ちょっと行ってみるといいんじゃないかなって感じがします。ではこんな感じで行ってきたんだけど、良かったです。養殖ってことでね、養殖の養殖で、またそれはそれでね、いいのか、天然のが俺好きだけどね、もちろんね。だけど養殖でこれだけよくできたなっていうのはね、感心するほどでした。なので皆さん、ここはいつも混んでるみたいなんだけど、週末行くときはね、やっぱり予約していかないといけないので、今の時期だから空いてた、割と空いてたんだけどね、待つことなく、開店した、してからしばらくした後だったんで入れたんだけど、いつも混んでるようなんで、そこだけちょっとね、ご留意いただければと思います。